先端の下位置はどうでも、まあ、どうでもどうでもいい、どうでもいいのよ、どうでもいいけど、どうでもいいとか言わないで。先端取った時に線香立てて僕通ります。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでもいいとか言うの。ロムさんと僕が疑えるのは知らなかったんですよ。怪しかったから行動がお互い。レッツゴーレッツゴーレッツゴー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 ゴコミュか渋いね。焦点コこれは詰めれる、これは詰めれる、詰める。あ、サントスです。カフェの右上で死んでました、はい、それまでウェポンチュンチュンを、青、オレンジ、黒でやっていて、青、黒が同時に終わって黒が下行って青が左行ったっていう感じです。青、黒、青3人は無理ですね。青、黒、アブさんってサントスさんより先に左行ってなかったっけ、はい、そんなことは。いや、違う、それサントスさん見間違いか、大丈夫です、10秒以内、10秒よりも後に動いたかどうかが大事なんで、はい、そこを詰めていけばいいと思います。で、センタンさんと僕は絶対無理です。アドミンからコミサポのところまで行ってるので 100% 無理です。竹尾支店アルトさん無理です。僕アルト支店も竹尾さん無理だと思う。さあ残った人は、エレジー一応浮いてるんで言っとくと、はい、初動右行って、最初のが O2 だったんで O2 寄って、そこからコミサポ来たんで、最終が、シールドとコミュニティの間ぐらいのところです。誰と待ってないんで、だいぶグレーには見られちゃうと思うんですけど、間接的な白照明になればいいなって話をすると、私カフェテリアに若干とどまった後にまっすぐ下に降りていって、ストレージの配線タスクをやってる計算を確認した後にエレクトリカに入ってる。あ、確実に見てますね。じゃあその感じは、はい、だから私が K さんのタスクをやってたところを K さんが証明してくれたら、多分動いたのってその後のはずだから、 K さんが、はい、多分強労水ができないはず。合ってます、僕してます。そうですね、タスク画面で見えてないですが合ってます。さあ残ったのは、まあサントさんのセレブはとりあえず置いといて、ちなみにアドミンで俺側の右側、 LG が右側でなんかわちゃわちゃしてるのって見たりしてないですかね。いやでも LG さんは見られてないけど結構信用はできる、右側にいたっていう証言があるから。はい、残りの人誰残りました？竹尾さん、ピカさんくらい。竹尾さんメッドベイ入ってる、ないと思います。メッドベイで、あれ、ね、あ、そうか、竹尾さんとアルさんダメだ。だからね、間接的証明をしたピカクロスぐらいで浮いてるとしたら、さあサントスさんどうします？多分サントスさんがいろいろ仕切ったらいいと思うんですけど、ごめんなさい、サントスさん視点無理なのが、アベレジさんとクロムさんでしたっけ。合ってる。まあでも殺してセルフがワンチャン。あ、だから私を疑わないよ。で、私視点アベレージクロコアさんは白い。うんうんうん、ですね。サントスさんは多分絞った方がいい気がする。おそっか、はい、押します。うん、俺に任せー。いや、LG さんじゃね。はい、はい、ありがとうございます。はい、最後直しで作ろうか、クロブの。はいはい、浮いてるのはそうなんですけど、二浪で出し合ったら破綻するなっていうのをちょっと悩んでたんですよね。例えばアルトタケオの二浪だったらとかってちょっと悩んだんですよ。単純にいけばピカさんとエレジーさんくらいしか浮いてはないですけども、初手メッドベイです。で、竹尾さんもメッドベイです、はい、その後僕はリアクターに行ってます。竹尾さんはメッドベイ残ってるので、その後は分かりませんが、多分時間的に無理です。そうですね、僕メドベイ出るギリギリぐらいで呼ばれたんで。ああ、そしたらサントスさん見てますね。これサントスさん目線だけは誰か2人ピアセットで動いて使用証明し合ってるってなるかな。サントスさんの、ごめんね、証言話すと、誰がないんだ、アベレージさんとクロムさんとサントスさんが一緒にいた、はい、K 先端で K さんが一緒にいた、アルトタケオがほぼ一緒にいた、ピカクロスさんが K さんの確認している、うんうん、だからピカクロスが、10秒速キルして下に下らない限り無理だと思うけど、その時間ないんでしょ。ない、大丈夫です。僕一発目にやってるタスク時間なんて無理です。エレジーさんってどういう感じ。じゃあエレジーさんだけ浮いてるんじゃないですか、サントスさんして。まあ、でもさっきの話的に、右側に行ってるのからだいぶ白そうって話は、死んでる場所がカフェテリアの右でしたっけ。はい、右だったらしたら無理そうだなって見てもらえると思うんですけど、初手右に抜けてくるのを見てる人いる。戻ってきてないのは証明できるけど、初手エレジーさんが右に抜けてきたの見て、抜けてるの見た人
あ、いないんだ。いないか、マジか。じゃあ、俺、最初に、ついてたんだけどな。の、浮いちゃうね。ウェポン、で、O2 か。あ、なんか、まあ、全然。違いかもしれないけど、先言ったような人。コミュになってて、弁当、小野寺からの弁当カフェテリアは指定できますか誰か。レディさんの。ああ。コミサマついてからアドミン見に行けないか、そこも。いやいや、コミサマ入ってからの、その、切るの時間考えたら、できないんちゃうからと思うけど、ね。私も時間力的に苦しいと思う。さすがにサントスさんに見られると思うんですけど、それだったら。え、じゃあ、だから、そもそも、じゃあ、切るの時刻がもうちょっと考え直すわ。エレジアルトとかでもいいっすか？エレジアルト。うん、エレジアルトなど。エレジアルトなの？え、どういうこと？サントスさんの手本一応できるよ。あ、そう。なんか、それ否定できるんだったら、サントスさんしかいなくない？今度は。か、ペアの方。あ、すいません。ちょっと最後にエレジアルトって出たのがちょっと分かんなかったのと、あとなんだっけ、そうですね、そのさっき言ってたその弁当からのキルは時間的に厳しいんじゃないかっていうのを。いやいや、別に弁当使ってなくても右に抜けきった証明がされてないから見られてないって言ってないですからっていうのと、アルトタケ、まあアルトさんでも竹雄さんでもいいんだけど、そこの2浪の方が他のペア出し合ってる中よりか私は後の情報を出しと思ったんで、そこの組から1人とエレジーさんっていうので提案したっていう意味で伝えたんですけれども、そもそも死亡推定時刻はどうなんですか？右上に3人いて、サントスさんが戻ってきたんでしたっけ？そう、ウェポンのタスクが完了してから戻ったから、即ウェポンのタスク開始して終わって見に行くぐらいの時間。だから、まあ、開始から。20秒ぐらい？うん、20秒弱ぐらい。あ、じゃあ、ウェポン側に行ってるんだったら、じゃあ、エレジーさんも無理じゃないですか。そもそもサントスさん、ウェポンから発見しに行ったなら、エレジーが、反対側から戻ってくるの見てない。右から戻ってくるの見てないですか、その。いや、反対側から戻ってくるのを見てるんだったら、黒川さんとかのが最後下行ってるから見てんじゃない？見てないです。だからそのサント、俺が言ってるんだったら、サントスさんが見てるのかなって思って、その。うん。だから、それだったら、エリーさん無理じゃないですか。だから、サントスさんのセルフか、メッドベイ側の人間のどっちかじゃないですか。アルトはリアクターまで抜け切ってます。っていうんだったら、アルトさん視点、竹雄さんありえるじゃないですか。僕視点は竹雄さんが入ってくるタイミングで僕メッドベイを出ているので、まあその後戻って殺すことができたかどうか時間がどうかって感じです、ね、そう微妙なとこです。ああ無理してる。だってさ、そもそもさ、アルトさん竹雄さんお互い無理ですって言ってたのに、この僕視点でアルトさん無理だと思いますよ。アルトさんリアクターの方に向かったの見たんで、あ、もうせめてペアまで決めよう、ペアまで決めよう。サントスさん誰かとペアにしよう、せめてずっと決まらない議論するよりも。じゃあ私はタキオエレジーにしますか。じゃあ、アルトサントスじゃないの？そこは俺もそうだと思う。じゃあ俺とサントスさん。あ、じゃあごめんなさい、タキオさんとサントスさんが、ごめん、間違えた間違えた。タキオサントスさんのペア、タキオサントスさんのペア、はい、はいです、はい、はい、違います。なんだろうな。なんだろうな。サントスさんのセルフなのかな。でも、メッドメイ組の証言の変わり方。でも、アルトさん、竹尾さん視点だった。いや、竹尾さんがアルトさん無理って言ったんだけど、最初。逆も無理っていう話だった。確かに。で準備しておきます。いきます。マスクをやめる勇気。おお、クロームアドミンのアップロードの位置です。左上です。部屋の中の、左上です。うん、ほう、最終目撃ピカクロスシールド近辺ですれ違ってる。ほう、アルトさんは不可能です。計算も無理です。アルトさん計算が無理。このハンコに関しては
はい、無理です。アベレージさんも多分無理じゃないですね。時間十字路でね、アベレージさんも無理だと思う。うん、アベレージ竹を無理なの私から出しておきます。アベレージ竹を無理。ちなみにペアコードでしたか。サトさん無理です。はい、あ、じゃあそこはとりあえず今回は大丈夫ってことですね、はい、ピカピカさんと、まあ、センタンさんはとりあえず置いといて、セルフの可能性置いといて、ピカさんは、私は最終位置が上ポンで、多分センタンさんが上のアップロードやダウンロードやってましたよね、上ポンの、はい、うん、で、あのセンターさんとは私 O2 で合流してるんですよ。 O2 でタスクやってて、先にセンターさんが上に抜けてってってルートだから、センターさん目線難しそうですよね。わかんない、僕見えてなかった。あ、そうか、それが見えてないかな。そうそうそう、あのギリギリあのタンちゃんが見えた感じなんですよ、センターさんの。センちゃんね、あ、センちゃんがごめん、間違えた。センちゃん、大事ですね、そこ大事大事。センターさんどう、あのセンターさん目線結構絞れてる気がするんだけど、センターさん、エレンジさんとかじゃないじゃん。ですね。あ、僕は最初ストレージです。ちなみにストレージのゴミ捨てのとこです。まあ可能位置ですね。まあ可能位置ではありますね。グレー付けはしゃないと思います。エレンジさんなんか全部重なるな、さっきの話でも。そうなんですよね。いや、さっき、やっぱさっきのは無理だっていう話になんないですか、あれは。あ、いや全然、あの、まあ、微妙に残るぐらいの感じだから、サントス LG ラインじゃなきゃ厳しいと思うんですけど、そのさっき、あ、サントスは俺疑ってきてるの。そう、疑ってるよ、バリバリ疑ってるよ。え、でもこの犯罪が絶対先端さんと LG さんどちらかしか不可能ぐらいな感じじゃないですか、これって。うん、LG さんとしたらどうらでます、先端さん。あ、僕も LG さん釣っていいかなと思って入れちゃった。 LG さん釣っていいって。え、マジっすか。あ、2回怪しいかな。うん、いや、とりあえずプレイしますね。するかどうかボタン任せます。した方がいいと思います。うん、でも最初のキラエレンジさんじゃない気がするのかな。ベネス。え、てんね。じゃあ、やっぱ、じゃあ、レジーさんや。レジーさんじゃん。いやー、やっぱさっき言ってよかったな。うん、あ、LG さんに入れた人だけ聞いときます。あ、私入れました。アルト入れました。ピカクロス入れてます。あれ、スキップ入れてます。アベレージスキップです。3秒だったので、3秒だったないか、あの黙ってるかどっちかですね。まあ、K、サントス、アルトじゃないの。僕は確実に入れてます、うん、それよりも初日キルが LG さんだったのかどうか。そうですね、それがなかったらかなり初日は違うと思う。誰だっけ、サントス竹雄の2人を警戒しとけばだいぶ正解、うん、でもあの思い出して、私初日からゴリゴリに LG さん疑ってるんで、でも釣られない可能性もあったから。そう、わかる。しかもサントスさんね、別にね、戻ってね、見つかってないカフェテリアの上の死体報告する意味ないんだよね、うんうんうん、あの短い時間に。だからサントスさんってそんなに疑ってないから LG さん釣っていいかなと思ったんだよね。あー、うん、LG さんがこの3キル全部やってるんだったら、別にペアとか全く無意味なんだよね。そうですね。LG さんを落としていいと思っているっていう話、ね。そうそう、それは不毛になるから。LG さんは全部の気に関与してないぐらいに持った方がいいかも。あのみたいな。LG さんは全くサポートしていないかな。うん、アルトさん白いっていうので起点に進めたいのは私も同意見です。やったー。結構竹雄さんが警戒かな。で、ちなみに、まあ、サンドスタキを継続します。僕もバラしていいじゃないですか。バラします？了解です。あの僕全然タスクできてないですよ。そう、それも思ったから竹雄さんが村だった場合にタスクの進捗かなり私に付き合ってもらってるのもあるんで。僕ちなみにエレジーさんに出すと5秒ぐらい上げてもいいと思ってます。なんでそんな慈悲やるんすか。いや、せっかく一緒に遊んでるんで、なんか喋りたいじゃないですか、レイジさんも。ああ、投票したいんだ。あとは任せましたよ。あ、かっこいい。レイジさん、初手切るレイジさんですか。それは言わない方が面白いじゃないですか。あとは任せました。これどっちもあるぞ、これどっちもあるぞ。もう無理だ。はい、いやでも厳しい気がするんだよな、抜けてるって証言から考えて、ベント移動もきついっていうのはサントさんと一緒に結論付けてたし、とりあえず先端さんにコメントだけ言っておきます。
いやマジで独り言じゃないんですよ、さっきのゲンさん。違うんですよ、ゲンさんに言ったわけじゃないですよ、あれ本当に信じて、ゲンさん事故が起きたのか信じてほしいよ。ゲームと関係ないところなんで、まあ、でもネタバレ出したからすいません、ゲンさんとつきりしちゃって、もう絶対つなぐと思って殺しちゃいました。あれもう死にに行きました。そうです、もうあのもう絶対次の会議で辛いなと思ったんで、もう一人でも殺してサポートするしかないなと思って、あーまあやりました。でもリーさん釣られたら僕もロラっていうルートも一応ありいるんで、そうですね、まあ、できればもう一人別の人巻き込みたかったんですけど、まあ誰もいなかったし、センターさんが多分それでウェポンに誘導してるんだなっていうのは思ったので、もう潔く死に行こうと。僕無視して、むしろセンターさん、はい、確実に一路落ちてるので意味ないからもうボタン使っちゃえと思っておっしゃいました。いや素晴らしいと思います。特にあの何の理由もないです。まあ、私目線もたっけいさんも結構 LG さん釣りに行くのをゴリゴリ手伝ってくれたから白いんだよな。1番アルトさんが白くて2番手が計算が白いってのが私視点です。なんかあれの話します、一番初めの原産殺しの話します、うん、そうですね、なんかピカさんが最後差し込んでたと思うんですけど話、いやまあ差し込むってほどのものはないですね。結局のところ私が浮き位置なのは事実です。例えば私のルートだったらケンさんを確認した後そのまま上に戻るってこともできなくはないので、そうですね、一応 見られてるんだろうなってのは分かってるんですけど、だからなんだ画面で見れてないですからね。そうそう、だから私自身、私が結構キル関与ができるっていうのは事実ですね。あ、ただ大丈夫です、あのセンターさんが差し込んでいってたんですよ、ピカクロさん絶対確実に動いてたっていう形で。僕死にしてなくても多分センターさんが死にしてたっていうことで僕解釈してたので。違う違う、いやそれは多分 K さんがいたことに対する証明だと思ってたので、そうそうそう、多分違うかなと。ただ一方でクロムさんのキルに関してはセンターさんが一応 O2 で私のことを確認してくれてるって話だったはずだから、例えば弁当を抜けてきたっていうルートを考えない限りは信用してほしいかなぐらいかな。それも一瞬考えたけどね、カレーさんが結構南川で一緒に動いてます。でも時間的に、そうですね、時間的に無理なんだな、うん、ピカクロさんいけるかな。 あと細かいところで言うと、多分センターさんの下位置はウェポン、理由としては、うん、私がタスクをウェポンにやりに行こうと思った時に、いたのがエレジーさんとセンターさんがそこにいて、その時にリアクターだって私リアクターに走ってるんで、別にセンターの下位置はどうでも、まあ、どうでもいいどうでもいいのよ、どうでもいいけど、どうでもいいとか言わないで、ウェポン通った時に線香立てて僕通ります。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでもいいとか言うの。多分ね、僕がめちゃくちゃタスク遅れてるんで。あ、そう、武雄さんがね、多分ね、インポスター一本釣りするぐらいの感じじゃないと、武雄さんがクルメイトの無駄だった場合はそうだね。これ僕全力でタスクやらないと、マジ時間かかっちゃう。そうそうそう、武雄さんが多分かなり、武雄さんがタスクを遅れてるのは正しいです。私にかなり付き合った。人が死んでたぞ。死体はどうでもいいとか言われた。すまない。死んでるのに、ひどい。無限にされた。こういう時ってエマージェンシーは基本的に生存者に任せた方がいいみたいなイメージなんですけど、どうする？いやもうガンガン、ま、ドア閉めは割とするべきかなみたいな。あ、サボタージのことですね。まあ基本ドア閉めは絶対、そうですね、ドア閉めサポート死んでる人がやって、まあ、状況見つつでいいと思うんですけど、はい、結構タスク全然してないから全然勝ち筋あるんで、そうですかね、うん、いやでもできればさっきセンターさんが言ってたみたいに、あの別の人倒してローラーに持ち込んだ方が認知人狼にできたから、なんか多分俺思ったんですけど、ドア閉めしてますか、ドア閉めしてます、ドア閉めちょくちょくやってるんですけど、なんか通路阻害したらあれだなと思って、あでもあと次ヤクターがいいかな、タスク進行ヤクターを永遠に鳴らしまくって、あとは寄せまくるんですよね、ドア閉めてヤクター鳴らすのは割といいと思います。あでもさっきのセンターさん殺しってめっちゃいいと思うんですよ。なんかセンターさんの殺以外の人を殺しちゃった時に、あんまセンターさんがローラーになる流れっぽくないなと思って察したので、さっきだからセンターさんの城を拾えた上で他の人の容器が減る感じになるかと思います。はい、サントスです。アッパーエンジンの、十字路の方深川の死体を見つけました。でキルフラッシュかわかんないですけど、2、 2、 1になったタイミングを見ていて、そのタイミングにアドミンに K さんとアルトさんがいるので、K さんとアルトさん絶対これは大丈夫です。
アベレージエレクトリカルの前でそのお二方とすれ違いました。これはね、ロアエンジンからアッパーエンジンのあたりをあの中盤ぐらいに動いてた人っています？僕動いてましたよ。あとアベレージさんいましたよね。アベレージエレクトリカルで閉じ込められて、で開いて、閉じ込められてましたね。ケイさんたちとすれ違って、そのままロアエンジンで武雄さんが上から来ましたね。エレクトリカルの前の動きってどんな感じですか？あ、アベレージですか？はい、は、アドミンストレージですね。アドミンストレージ、エレクトリカルって結構長かったっすよね、多分。そうですね、タスクやって終わってから下行ったら閉じ込められてたんで、多分タスク中に閉じ込められました。ファントスさんがキルフラッシュ見てるんだったら武雄さんなんだけど、うんうん、キルフラッシュ見てないんだったらセキュリティからの弁当とかがないんだったら、あのね、キルフラッシュっぽい、あの見た瞬間に2-1ぐらいだったから、その前が2だったか分かんないのよ。いや、アルトさん、アルトさん見てたじゃないですか、僕らアドミン。見てました。めちゃくそエレクトリカル長かったじゃないですか。めちゃくそ長かったですね。あれをベントで移動してる人間がやると思います？あのキルした後だったとすると、キルクールタイム治らないのに。どのタイミングですか、エレクトリカルめちゃくそ長かったって。めちゃくそ長かったのはね、なる10秒くらい前。なる、 あと O2 僕直しました。オーツ終わったタイミングで、アベレージさんがアドミンでカードスキャンやってた。そう、で、ピカクロスさんがそれ、あの下の方でカードスキャンやってた。最初のキレイレイさんなのかな。で、僕が直して、そのままストレージ行って、エレクトリカルです。はい。うん。エレクトリカル長かったって僕じゃないですか。ワーク違っている、この2人どっちかだろうな。私はどっちかなんだよ。そうだから、どっちかなんですよ。で、僕竹雄さんからつってローラーでもいいです。そしたらアベレージさんと竹雄さん2人一緒に、そのどの時系列のことを言ってるのかちょっといまいちピンときてないんですけど、僕エレクトリカルで最初に、あ、ずれた、僕だけがスキップだな。あ、でもこれまだ続くんで頑張ってください。了解です。でも、あの、全力でタスクしに行きます。全力でボタン押します。全力で終わった。もう怖え、そこええや。いや、申し訳ない、武雄さん、もう一人やれた、申し訳ない。あー、怖かった。終わったアベレさん、ベントの上でうろちょろしてたの、はい、何なんですか、あれ。どこら辺ですか、ナビゲーション前。最初、そう、ナビゲーション前の。あ、は、入れないかなと思って。え？インポスターやん、インポスターやん。探求心が高い。いや、じゃあそんな1秒ぐらいじゃないですか、言うて、ベントの上いたの。なんか、その、あざとい。ナビゲーションのベントの上いたんですか？最初でベントの上行って、どうしようかな、入ろうかな、はいはい、入らないかなみたいな感じでやってて、上から見てて。あ、はい、やってました。アベレージさんだったんだみたいな。竹雄さんじゃなかったんだと思って。いやー、でね、僕結構、あれじゃないですか、白かったんじゃないですか。一発目、竹雄さん？僕ですよ。あ、リ？竹雄さんか。竹雄さんだったんだ。はぁ。いや、決めといてよかったですね。うん、俺がちゃんとナビゲーションに、ナビゲーションじゃないや、コミュニケーションズについていれば、ぐれつかなかったかもしれない。でもなんか話し方的に初日はエレジーさんじゃないんだろうなとは思ったけども、なんか別に白確認する必要はないかなと思ったけど。そうですね。いやー、竹尾さん白取っちゃったな。うん、いや、時間的にかなりね、厳しい時間だったんで。今日なんかあれっすね、ペア決めが成功してるのが多分結構勝因になってるんで、ね、うん、いやー、強い。いや、あの中で、竹尾さんのペアに強いのが強い。最終日前日に霊界でエレジーさん来られた時に、はい、サボタージュの話されてたじゃないですか、はいはい、私あの時アッパーエンジンに死体があるのを信任した上で、うん、リアクターっていいですよねってボソッと言っちゃって、駆け引きが駆け引きしている、まあ、結果コモンサボタージュだったんでいいんですけど、あれでリアクター鳴らしてたらっていう、すみません、霊界サボタージュをやってしまいました、すみません。霊界サボタージュ、しかもサボタージュ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 